今回は、ちょっとした小ネタです。主に海岸で生息している、陸ダコ。このうねうねした手足、なんとも言えませんね。実は、この陸ダコ、特殊な演出があります。早速実践してみます。まずは、適当に自分の体力を減らします。通常、陸ダコに掴まれると、何度か噛みつかれ、地面に放り投げられます。しかし、この攻撃がとどめになると、丸飲みにされます。この小ネタ、陸ダコ戦で苦戦した方は常識かもしれませんが、すんなりと突破できた方は、意外と知らなかったりします。実際、トマトちゃんも最近まで気づかず、陸ダコでいろいろ検証している中でようやく気づきました。すんなり突破できるようなところで、このような新たな発見があるのかもしれませんね。他にも小ネタなどがございましたら、コメントいただければ幸いです。自分では当たり前だと思っていた小ネタが、誰も知らなかった、新発見かもしれません。ご視聴いただきありがとうございました。